久々に本田のプレーが見れて嬉しい。やっぱりユニフォームを着た本田選手は最高に素敵です。本田好きだわ。応援するしかない。標高は約 2500m、 専用かぶりに40近い選手がここまでやるとはリスペクトしかない。彼の存在はチームを強化するだけでなく、ブータン全土のサッカー振興の起爆剤になると信じています。三浦和義、57歳と139日。はい、ぜひ、ね、いいプレーをしてほしいですね。57歳と139日でこの JFL のピッチに立ちました。まあ、自らの記録を、まあ、自らになりましたね。そうですね。ちょっとパスは長くなった。そうですね、はい、本当に。平出がクロス上げてきました。カズの前にボールが決まる。抜く瞳がいる。瞳トラップ。ここはさあ行きます。中に上げてきた。三浦も飛び込んでくる。惜しいですね。いや、非常にアグレッシブな姿勢を見せました三浦和義です。突っ込んできましたね、三浦選手は。いや、点を取りたいという、ね、気持ちを。闘志むき出しの素晴らしいプレーだったんじゃないでしょうか。でしたね。いや、でも可能性感じる、そんなプレーでしたね。そうですね。はい、残念ながらやられてしまいましたけど、はい、まあもう、前向いて。人間ドックは、もちろん毎月のように身体の検査をしています。過去のデータと比べても悪くなってないし、医者からは20代だ大丈夫と太鼓判を押されますよ。選手だけでなく実況や解説にも気を使わせる数。やっぱ引き際って大事だよな。これもうオファー出す方が悪いだろ。昔はこの年齢ですごいなって思ってたけど、今は狂気だなと思う。ぶっ飛んでるんだわ。この、まあ、瞳に置かれ最後さ、カズにこの回せばという、ね、ような話もありましたけれども、さ結果的には2対2。